戦うもんじゃないと思ってるんだ。自分ネットワークじゃなくてこれガチでやってるんですよ。お願いいたします。1分間スタート。名前聞いていいですか。リューピースです。自分バトルよりも音源で売ってて、ぶっちゃけ自分もラップでバトルやってたんですけど、でナイフォークも今バトルよりも音源に力入れてると思うんですけど、自分は音源で勝負したいなっていうのが、こんな格好してますけど自分ネットワークじゃなくてこれガチでやってるんですよ。自分にしかない個性、これヒップホップだと思うんで、自分本当にカラオケも中学生の時60点台とかで本当に下手だったんですけど、努力だけでなんとかここまで成り上がってきて、これはライブバトルで戦いたいってことだよね。前回は5分間の時間の中で自由にあの DJ と組んでやるっていうので、5分ずつやって会場にいるお客さんがどっちがやばかったか決めるっていう形で、プラス地元も一緒でいつも比べて見るんですよ。何見るとか分かんないとか見るんですよ。悔しくて悔しくて、ぜひここで戦いたいなってめっちゃ思います。リューピース君、現在は140万規模でミュージックビデオとアルバムを制作中と、はい、すごいなと思って、それってどういう内容なんですか。ミュージックビデオ2本が30万、40万ずつぐらいかかって、今とアルバムが70万で作ってて、客員誰かは読めるし、いやもう完全セルフプロデュースで、ね、自分で全部やって。なんでそんなお金持ってんの。え、なんですか。なんでそんなお金持ってんの。でも本当に稼いで月10万貯金で、もう本当に音楽やりたいです。もう本当にもう自分ガチで音楽で売れたくて、だからもう専門学校もやめて、根拠のない自信で本当に売れてやるって。だからその歌も別に上手くないですけど、でもそのなんかやっぱ歌が下手でも売れてる人っているじゃないですか。気持ちいい。いやラップだから、うん、歌じゃないか。あ、そうですね。でだからその下手でも売れてる人もいて、やっぱその、うん、気持ちなんだなって思うところがすごいあって、だから自分絶対諦めずに売れてやろうって、だから何が何でも今年は露出していろいろと場数を踏んでやろうっていう気持ちでやってます。でもね、嬉しいんだけど、俺はライブは戦うもんじゃないと思ってるんだ、はい、自分のショーをみんなとそのライブの演者で作ってるものだと思ってる。 MC バトルだったらやりたいけど、うん、あ、じゃあバトルでもやりたいっすでし。あと僕はあの京都の、あ、京だろ、京都、はい、アッシャしろお前、オッケー、アッシャです、スーターショー、レディーファイブ。うん、出せ、それしか言うことね、何がして、うん、何が言いて、いまいち伝わらねえ、俺ネタでやってねえ、おめえ真剣な目をしてねえ、そこなんだか聞かせてくれよ、ああネタでやりてんだったら他でも何でもできる、路上でやってくれ、さよなら。うん、ダサくねえ、俺だって絶対ダサくねえ、これがダセって思ってるお前の目一番ダセんじゃねえかよ、えいひょう。みんな真面目にここに立ってる、芸人ラッパー関係ねえよ、ここに立ってる時点で平行線、お前そんなんじゃ全然ダメだぜ。いや真剣かどうかはまあ伝わったわ、だけどナインフォーさんとやりたいって気持ちがいまいち伝わんねえよ。俺は真剣で同じ地元で張り合いてえと思ってる、お前そこになんかあんのか。いやただ誰かとやりてえ、そんだけじゃねえよ、お前のやりてえ気持ちをしっかりと見せてくれ。いやそんじゃなきゃお前まず速攻 KO、 さよならバイバイですぐ終わっちまうよ。営業確かに見切り発車だけど、こっから俺は発車ロケット発車だよお前、えい、お前だってバトルじゃなくてライブやりたかったんだろ。でバトルになった瞬間自分でそうやってそれでもいいですって、どこに信念あんだよお前、死んねえよ、死ねえよとか言わずピースだよ営業。もうちょっとさっきやってもらった2人から1人決める形にします。お、全然決まってないんでやりますって言う、ガバいいっすか、僕いいですか。まえさんとやりたいって僕言ったんですけど、まあ、さっきそう、ごめんなさい、話聞いて、あの横のピース君も音源で140万使ってって言ったじゃないですか、うんうん、僕もやっぱり今音源で勝負したいんで、もしよかったらもう前座でも何でもいいんで横の2人でライブバトルさせてもらえたらなと思って。オープニングアクターってことで、はい、うん、それは別に悪くは、うん、もう全然もう5分でもいいですし、はい、もう1曲でもいいんでやらせてください。了解です、はい、そこの2人がその彼がそのライブバトルがしたいならライブバトルで見せればいいと思うし、うん、自分のブランディング大事にしない、うん、音源とか音源で勝負するから、音源で勝負したい、うん、その2人音源決定でいいですか。あります、はい、わお。